マニメーションチャンネルマニマニ TV。 リリートライアングル。おい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 、マジかよ実相寺。話には聞いてたけどよ、お前マジで生徒会なんかに入ったのか。実相寺って誰だっけ。あんたでしょ。仕方すな。おい、私だろ。私小中一緒だったルナナだろ、忘れんな。カノーサンテルモルナナ15歳。忘れるわけないだろ。ならいいけどよ。久しぶりルナナちゃん。はあ、私あんたにファーストネームで呼んでいいって言ったっけ。おい、ルナナでいいだろ。うん、ルナナでいい。ルナナちゃんは昔からこれだ。私とミトラに割り込んで私だけのけものにしようとする。しようって長いけど全然心を開いてくれない。そしてやはりミトラは人の人生を狂わせている。リリートライアングル。とにかくなんで生徒会なんだ。お堅い仕事なんて興味ねえだろ。ない。ちょ、ミトラ理由なんて小姫がそこにいるからだ。それで十分だ。とは言わない。小姫はあらゆる存在を姉にしてしまう究極妹生命体。どれだけ危険か分かってるのか。小姫の監視役という重い宿命を背負うのは私一人でいい。私と遊ぶ方が楽しいだろう。んだよ、私とはもうつるんでくんねえのかよ。しかしこいつは長い付き合いで小姫になびく様子はないな。小姫への抗体を持っているらしい。ルナナちゃん、ほっとけよ。ふうも、要注意リスト対象外だな。ルナナ、お前は合格だ。嫁として、嫁として、なんなの。にしても生徒会ってかけ離れすぎだろ、イメージと。どういうわけで。やあ、ミトラ。おや、お取り込み中だったかな。くっ、今日はこの辺で勘弁してやる。今日はこの辺で勘弁してやるって。そうか、あの姫様みたいな生徒会長に弱みでも握られてるんだな。私がミトラを助けてやんねえと。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしければグッドボタンもお願いしますね。